方が来られますと、また同じように、こんにちは、挨拶から始まりまして、エレベーターの前での対応での対応を続くという形です。で、センサーの方は実はロボットの方には置いてませんで、内部の方に先ほどもできましたけど、水流速度減の時に、センサーを利用して動作をしています。で、現時点では人が来たら情報を提供するという非常にシンプルなコミュニケーションを用いてやっておりますけれども、これから先今後の話になりますけれども、例えば、ちょっとした質問にお答えできませんかというような話であるとか、あるいは来た人がどんな人か、例えば昨日も今日も泊まってますよというときに、その人たちに向けて、昨日のような人たちに向けて